や言うたらあかんことない。もうもっと言いますとね、昨日一昨日のね、名古屋のドキシーっていうライブハウスでやったんですけど、本番前着替えてる時にね、実はびっくりした徳永さんのお腹に二人でお腹の競い合い。ちょっと一緒ぐらいですかね。本当同じぐらいです。もうこういう時ってはすごく嬉しいもんですよ、ね、あの同じような、こちらはハーモニカで僕は鍵盤ハーモニカね、これ同じようにね、結構不器用なんですよね、うん、ものすごい分かる、不器用同士やからね、なんか面白い方法はないかなと思って、個人個人でね、すごく工夫をしてるんですよね。それでこの間話をしたら、その工夫のあたりがね、ぴったんこでね、まさかお腹までぴったんこだと思うんだね、本当に嬉しいですね、こういうのはね。じゃあ曲いきましょう。あ、はい、ね、分かりました、はい、今度の曲はね、実は、ハーモニカパーカッションというものを考えまして、ハーモニカをチャカ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 叩きながら、なんか演奏できへんかなという、マサさんの、お相手というか伴奏をずっとこうハーモニカで吹くっていうのもなんか脳がないと思って、ね、また違うパターンでこういったものを用意してきました。これは徳永さん初めてですか？初めてです。あ、そうか、このライブのために。 ありがとうございますね。あの実はね、僕の方からお願いしたんですよね。僕の方から、あの名古屋でね、あの八木さん、八木信さんって人が、あのハーモニカの一人のライブをやりはったんですよね。それを聞きに行ってね、それで一人でどういうことをなさるかなと思って、興味あって聞きに行って、それであのこれはぜひハーモニカとピアニカのデュオをしたいと思って徳永さんにお願いしたんです。お願いしたら、最初はって感じだったけど、一度打ち合わせをしてね、これ面白いからマサさんやりましょうって言ってくれはって、それでいろいろ工夫するんですよね、お互いね、お互い工夫して、それであの徳永さんはこのパーカッションをハーモニカをパーカッションとして使おうっていうので指に、そう、おお、これは何ですか？水道のね、パッキンなんですよ。聞かない方が良かったかな。すごい。 いくらですか、値段は？2つで250円ぜひ皆さんもね、あのいろいろトライしていただきたいと思いますが、曲はですね、次の曲、これは、待てど暮らせどこの人でしたっけ、酔い待ち草ね、酔い待ち草、このアレンジはですね、あのこれ徳永さんが持ってきてくれはった譜面なんですけど、男がね、自分のところを去って待てど暮らせど来ない時の女心の2つの面を表しているアレンジ。1つは、ね、1つとっても悲しい三拍子の世界で、1つは心を鬼としたラテンっぽいジャンスタンスタンスタタンタンタンって怒りの満ちたようなね、そんな感じのその2つのリズムが出てくる、とっても面白いアレンジです。そうですね、行ってみたいと思います。はい、じゃあ聴いてください。ボイマチックさんです。もう一回ね。ちょっとテンポ出してください。テンポ出してください。